たまみ、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろたん、ゆうたん、こんばんミスティ。こんばんミスティ。さて、お二人がよく脳内メーカーシリーズをしているので、送ってみます。うん。それは男性声優からのラブレターというもので、ほんとは女性限定なのですが、試してみたところ、ひろたんのに大爆笑しました。なんだ？読みますね。おう。いくぜ。うん。下野ひろちゃんへ。ん？なんで下野ひろちゃんは、俺のことを好きになってくれないんだろう。うん。もっと俺と話をしてほしい。うん。俺のことを見てほしいんだ。うん。確かに俺は自分勝手、うん、下野ひろちゃんのことをあまり考えてないかもしれない、うん、でもいつも俺は応援してるんだよ、うん、下野ひろちゃんのことを一番に考えてるんだよ、うん、無理だったら言ってほしい、うん、そうしてくれたら諦めることができるから、うんうん、じゃないと下野ひろちゃんのことばかり考えて、うん、下野ひろちゃんのことばかり見つめちゃって、うん、もっともっと好きになってしまうから。俺が握手会に行った時、うん、下野ひろちゃんのことばかり考えて、うん、何も手につかないのを知ってる？今度会う時は少しでも話がしたい、うん、お願いだ、谷山気象を好きになってください。起きたんです。まさか気象さんがマジでひろたんに告白してるんです。マジで。そう。あ、本当だ。要はまあ自分の名前をね、こう入力、まあ例えばこれ今回下野ひろで入れてますけども、そうするとこう男性声優さんから告白されるという。まさかの谷山気象氏。うわー、気象兄やん来た。読み方的には下野ひろちゃんね。そういうことだね。そういうことだね。なんでって感じですけども。いや、おめでとうございます。末永くお幸せに。気象さん、やったよ。わかんないけど、やったよ。やったよ、やったね。やったのかな、これ。やっちゃったか。ねえ、まあまあ。すごいね。これ、まあ、面白い、皆さんもやってみてください。そうだね。